はい、皆さんこんにちは、鉄坊主でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます、今日はね、外でございます。ご覧の通り、まあサムネでもつけましたけれど、外で撮影をしておりまして、ここはね、カルタスレイクというバンクーバーから車で1時間半ぐらいですかね、距離はまあ100キロぐらい離れてるかな、それぐらいのところに来ておりまして、でまあ1時間半で来れるということで、バンクーバーの人たちがよくキャンプ来るところで、州立公園なんですよ。でここは州立公園で、今日私たちが泊まっているのは、ここはカルタスレイクの州立公園 のコテージ、キャンプ場もあるんで、キャンプ場は前に泊まったことあるんですけど、ここはコテージです。ちょっとまあコテージの、じゃあちょっとね、どんなんかお見せします。それまず挟みます。ちょっとまずそれご覧ください。これがカルタスレイクですね。さすがにちょっと今日寒いんで泳いでる人とかいませんけど、ボートがね結構出てたり、休みの日になるとジェットスキーやったりとか、そういう人が、結構よく見られるところです。今日は本当に静かです。お休みの日なんですけど、ボートもほとんど出ておりませんで、本当静かです。これはカナダグースっていう、カナダの、まあ、一応国鳥ですね。なんか数が増えすぎて困ってるみたいです。この時期になると本当数が多いで、結構こう水のそばとか行くと糞がいっぱい落ちてて、結構大きいですね。鳥が大きいから糞も大きかったりするんですよね。はい、これはゴミ箱なんですけど、熊よけになってます。でここよく見ると、こうやって中に手を入れて押して開けろって書いてあるんですね。っていうのは、これはこう、ここを持って開かない。でもこの中に指を入れてグッと押してから上に上げると開く、熊よけのゴミ箱です。ここのゴミ箱みんなこういう風になってる。青い方はリサイクル。キャビンの中です。まあこんな風に普通のもうベッドがあるだけで、一応マットレスがついてますけど、他は何にもないです。キッチンもなければトイレもない、全部外です。だからキャンプ場なんだけれども、まああったかいところで寝れるっていうことで、コンセントはあります。ただ Wi-Fi とかはありません。ということで、今ご覧いただいた通りで、まあコテージ自体は本当もう結構快適であります。で中にコンセントとかあるし、でベッドも普通に、まあそんないいやつじゃないですけど、一応マットレスとかあるんで、寝袋だけ持ってくれば、まあ、それで寝れるようなところで、でまあ中にコンセントは Wi-Fi まではさすがにないんですけれど、まあ一応ここ LTE 届くから 4G で届くんで、まあ普通に携帯とかも使えるし、そういう意味ではかなりしっかりしたところなんですけれど、ただね、ここね、今回、まあ、泊まる前に調べて分かってはいたんですけれど、あれがないんです。キャンプファイヤーできないんですね、ここ。で、自分でプロパンガスのやつを持ってくればできるし、あとは、プロパンのやつ、プロパンのガス自体を自分で持ってこなきゃいけないんですけど、その、なんていうんですかね、こういうプロパンファイヤーリングってこっちで言うんですけれど、まあですから、まあ火燃やすだけのこういう鉄のリングみたいなの、こういうのは貸してくれる。でそこにプロパンガスをこうガチャッとこうホースくっつけて、で火つければまあ燃えるっていうのはあるんですけど、ただ私ね、キャンプ自体好きなんですよ。昔からよく来るんですけれど、キャンプの醍醐味はやっぱりキャンプファイヤーかなと思う。やっぱり火を見ながら、で火にそれもプロパンでずっと燃えてるだけじゃ全然面白くないです。やっぱりそこにこう木をくべていって燃えるから楽しんであって、で、まあ、ちょっと放火魔みたいで危ないやつなんですけれど、でも男ってそういうとこないですかね。男って火好きじゃないですか。少なくとも私がこれまで一緒にキャンプに来た人たちって、大体男はみんな火好きで、いつもこうなんか枝とか突っ込んでこういう方が燃えるとかでいじくってんですね。で私 もうそうやってずっとこう木を突っ込んでこういじくっていじくってビール飲みながらずっと、まあ今はコーヒー飲んでんですけど、ちょっとすいません、スターバックスのインスタントだからそんなにほど美味しくないですけど、ごめんなさい話戻るんですけど、だからこうやって火をいじくってることが最大のキャンプのエンターテインメントだと思うんで、
で、まあ、コテージ今回泊まったこれ快適は快適なんですけれど、やっぱキャンプファイヤーがないっていうのがちょっとね、なんか、残念というか、寝るのはいい、中のこれ一応中暖房もね効いてるんであったかいんですよ。本当に極端し寝袋すらいらないかな、なんか上に羽織る毛布みたいなのも一枚あればそれでも十分みたいな、まあ、そんな感じでございますんで、いいけど、ちょっとやっぱキャンプファイヤーがないのが残念だなと。ただまあこれコテージがねやっぱりこう木造なんで、目の前にこうキャンプファイヤーとかできるところがあると、木でやるとやっぱ火の粉が飛んじゃって燃え移るとね簡単にこれコテージが燃えちゃいそうなんで、まあ、そういうこともあるから、キャンプファイヤーは禁止にしてんじゃないかなと思うんですけれど、ただねやっぱり、まあそのキャンプファイヤーがないから退屈っていうのもあるんですけど、あと寒いこう今撮ってるの5月14日の土曜日でございます。本当はねこの5月14日ってこの週末に来たのこれ実はね狙ってきてるんです。で毎年あのこの時期にあのキャンプなりなんなり行ってるんですけど、実はねここもう5年ぐらいずっとそうなんですけど、この週末はいつも夏みたいに暑いんですよ。もういつもそう、もう泳げるぐらい暑くなるんですよ。このぐらいになってくるといつも25度は超えてるような時で、でキャンプにもういつもうってつけの日なんですよ。でそれもあったからここを狙ってきたんですけど、寒い今年はちょっと冷夏、今もまだここ今これ今撮影してるの朝の10時ぐらいですけど、まだここ今8度です。寒いっしょ、8度だからこんな格好なんですよ。これでちょうどいいぐらいで、あったかいコーヒー飲んでちょうどいいぐらいなんで、だから余計にキャンプファイヤー恋しくなるんです。夜外でビール飲んでても寒いから結局もう中入っちゃって、昨日の夜もすることないからもう夜の10時半ぐらい寝ちゃいましただってもう眠いしやることないし、だから早く寝て、まあ、あの早め早寝早起きで元気なんですけど、それはそれでいいんですけどね。でカナダの、観光シーズンっていうのは、来週末、次の週末だから5月の21からの週末が、ビクトリアデイウィークエンドって言って、あの5月の第3月曜日ってビクトリアデイっていう祝日なんですよ。でこのここからがカナダの夏の観光シーズンの、まあ、スタートっていうことで、いろんなその例えばなんだろう、屋外の、プールとか、ウォータースライダーとかそういうところとか、あとラフティングとかね、こういうのって大体その週末から始まるのがほとんど、だからでなんか毎年そうなんですけど、そのビクトリアデーのその週末、そこはちょうど月曜日休みだから、だから土日月と3連休になるから一番人出が多くなるんです。取りにくいんですよ、いろんなもので。でも毎年そこは寒いんですよ。でなんか一週前が暑いからと思ってきたらこんな寒かったっていう、まあちょっと今日はそんなどうでもいいお話をしました。まあ、外に来たからたまにはねこうやって外で撮るのもいいかなと。で今日ね予報では、あんまりこの週末雨って予報良くなかったんですけど、なんか今日昼から今薄日もさしてきたし、朝雨降ってたんですけど寒いですけど、お天気がちょっと良くなってきたんで、後で山の中のトレイルを軽くハイキング的なことをしようかなと思っております。ということで、鉄坊主の何でもない週末の外での一コマでございました。ということでご視聴どうもありがとうございました。